なんだから固いこと言わないでよ。私のつまわないで。じくじく。お兄ちゃん、オムレツ作ろっか。はい、私それ得意。卵を落としてぐるぐるかき混ぜる。ちょっと間違えた。私作っちゃうね。あいよだよ。いないんだもん。
いなかったでしょ。どうしていなくなっちゃったんだろう。私のこと嫌いになっちゃったのかな。だって、アルカは悪くないよ。だってように今のうちに書いとくの。はるかいなくなっちゃったから、また他の人みたいに忘れちゃうかもしれない。だって私バカだもん。絵を描くしかできないんだもん。やっぱりこの世界おかしいよね。いつまで経っても9月にならないんだもん。ずっとそんなはずないって言い聞かせてきたの。出なきゃ怖かったから。でも私たちも壊れていくのかな。だって美術室も壊れちゃったし、視聴覚室だって、だってはるかだっていきなり消えちゃったんだよ。ゆいとだって、だって嬉しいんだもん。これで少しは寂しくなくなるかも。どうしてみんな消えちゃうんだろう。次は私が消えちゃうのかな。ユイトが消えるんだったら、私、自分が消えた方がいい。だって、一人になるの、やだもん。消えちゃったら、やっぱり忘れられちゃうのかな。ユイトは、私が消えても、覚えててくれる？ユイトが消えても、ユイトのこと絶対忘れない。だって明日になったらまたどこか壊れてるかもしれないんだよ。視聴覚室みたいに跡形もなくなってるかもしれないんだよ。そしたらはるかまた来てくれるかな。うん、でももう来ない気がする。本当？スーちゃんは？スーちゃんもいなくなっちゃったのかな。でもわかんないよ。はるかだって突然だったんだもん。私も行く。どこ行くの？あそこよくいたよね。いないね。最初いたとこかな。星はよく現場に戻るって言うじゃない。
人様、昔のことを思い出していました。スーはいなくなったりしないです。だってスーは、遅くなっちゃったね。手伝うことない？頑張る。ちょっと昔の夢を見た。ユイトと同じ学校を受けようと言っていた頃の夢。受験本番まであと数日しかなくて、すごいストレスが溜まっていて、絵を描いちゃえば平気になれるんじゃないかと思った。描いてみた。結構うまく描けた。受験が終わったらユイトに見てもらおうと思ったら、お母さんがやってきた。何してるの？あんた何やってんの？今がいつか分かってんの？どういう神経してるの？お母さん、返して！お母さん、やめて！こんなものがあるから勉強しないのよ！お母さん、やめて！絵ばっかり描くんだったら学校なんか受けなくていいわよ。その代わり自分でご飯も家も全部しなさい。お金も稼ぎなさい。せっかく変えたのにお母さんのバカお姉ちゃんどうしたの？なんでもないあ、ひどい。これどうしたの？お母さんね。ちょっとお母さんもう勉強なんかしたくないよ。かっけーと。お姉ちゃん見てみて。バラバラになっちゃったけど、ちょっと張り集めてみたの。スニハニだけど一応戻ったよ。はるか破れてないの。
帰るんでしょ。でも受かんないよ。何言ってんの。お兄ちゃんのこと好きなんでしょ。え、隠さなくてもいいよ。私も好きだもん、お兄ちゃんのこと。ごめんね、こんな時に。私、お姉ちゃん応援してあげる。お兄ちゃんはお姉ちゃんにあげる。ある、でも一度くらいお兄ちゃんとデートさせてね。夢から覚めると夜中だった。ユイト？真っ先にユイトのことを思い出した。ユイトはそばで岩みたいに眠っていた。いつもは私にチョープなんて死闘を食らわすその手で私の手をつないでくれていた。ユイト、私は少しつぶやいてみた。もちろんユイトには聞こえない。ユイトだって起きない。でも眠っていてもユイトがそばにいてくれる。明日までなのかもしれないけれど、ユイトのぬくもり、ユイトの寝息、私の大好きな横顔、明日もまた一緒にいようね、ユイト。ずっとずっと一緒にいてね。また3人仲良くいられたらいいね。はい、ヨシミです。私です。ヨシミ様はお亡くなりになりました。